こんにちは。こんにちは。今回はですね、以前発表した知財&弁理士の認知拡大映画制作プロジェクトの件で映画に出演していただく人狼ルームの代表兼けん玉パフォーマンの児玉さんにインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。児玉さん非常に有名人なんでご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、改めてですね自己紹介をしていただければと思います。はい、はい、皆さんこんにちは。人狼ルームという人狼の専門のお店をやっている代表をやっている児玉で、先ほど言っていただいた通りけん玉のパフォーマンスコンビズーマダンケというパフォーマンスコンビの一人である児玉と申します。まあ、簡単に言うと人狼とけん玉で楽しみながら、暮らしてる人です。いやこの前ですね、児玉さんが経営されているこの人狼ルームにお邪魔させていただいて、はい、貸し切りで使わせていただいてですね、はい、知財メンバーで人狼をやってですね、ものすごく盛り上がってですね、はい、もうルールも最初から説明していただいて、もうすごく楽しめたんで、ぜひですね、この動画を見ている方も人狼ルームのページを見てください。誰でも、はい、イベントも来れるし、貸し切りもできるし、そうですね、もう何でもできる、初心者一人でも来れるし、はい、まあ、メンバー集めて貸し切りもできるってことですね、うん、はい、なので興味ある方はぜひお願いします。はい、お願いします。児玉さんはそのけん玉のパフォーマーということで、まあ、けん玉の達人なわけなんですけど、はい、なんと紅白歌合戦に6年ぐらい連続で、今ね6年連続出てます。すごいですよね。6年連続6回目の出場でしたお先月か、はい、はい、でそこでギネス記録を達成されたということで、ちなみにどんな内容なんですか。かなりぶっ飛んでいる話なんですけど、はい、三山ひろしさんという演歌歌手の方がけん玉が趣味というのがありまして、うん、そこから呼ばれたんですけど、はい、大体2分半ぐらいにこう歌うわけですよ、うん、その歌っている、まあ、バックダンサーとかいろんな演奏とかあるじゃないですか、はい、そこが三山さんの時だけけん玉の人が126人並んで、はい、連続で大皿に乗せるというのは簡単に 大きいお皿に乗せる、はい、あれを126人連続で決めたらギネス記録なんです、うん、それを、前回やって、はい、まあ、本番一発勝負なんですけど、うん、はい、生放送で達成するという、うん、おおすごい、もうバカげてます。すごい。いやそれにプレッシャー半端ないですよね。一人でミスったら終わりですもん。本当に本当に実は5回チャレンジしていて2回ミスって3回成功なんで、はい、ミス成功ミス成功成功って今来てて、うん、はいはい、でも毎年大変です。ハラハラしますね。どっちに転ぶか分かんないです、ね、分かんないです。こればっかり見てる方もハラハラするもん。そう、うん、多分結構ね、もう5年やってるんで、うん、もしかして紅白のけん玉見た人って結構といて、いや、いると思う、いると思う。確かに。そう、なんか知らないけど、けん玉やってるよね、みたいな。なんかギネスチャレンジしてるよね、みたいな。そもそも紅白でギネスチャレンジって、僕らがやったのが初だったらしい。おー、すごい。すごい、それがなんか今、高齢化されてきて、毎年やらせていただいてます。素晴らしいですね。はい。あれのなんか、監修をしてるって感じですね、どちらか。ああ、なるほど。もちろん出てもいますけど、うん、でそれで次回作の映画にも、まあ、当然そのお得意のけん玉を発した動きをしていただくということ で、はい、でちなみに児玉さん海賊の船長役ということでですね、かなり目立つ役で、もう児玉さん以上のもう敵役はいないと。いない。なんか人狼ルームっていうのがちょっと海賊っぽいんですよ、このイメージ。はい、そう、それで児玉だっていう、うん、そうそうそう、そうイメージにもぴったりだし、うん、そうかなりいい感じになると思うんで、うん、でその次回作のこう、うん、イメージっていうのがまだわからない方もいらっしゃると思うので、はいはい、まあ、ここで簡単にその紹介動画を流したいと思います。お、できてるの。はい、ご覧ください。特許権利奥義、商標権利奥義、商標権利奥義。動画をご覧いただきありがとうございます。今回制作する作品は映画上映、 YouTube200 万回再生、海外展開を目標にして大規模に行っていきます。
知財を映画の題材にするという未だかつてない試みに加えて、剣、アクション、ドローンなどを駆使したり、それから笑いあり、涙あり、感動あり、さらには学びありといった要素を取り入れることで、知財のことを知っている人でも知らない人でも楽しんでいただける最高の作品にしていきます。ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ということで、なんとなくですね、その映画のイメージが湧いたかと思うんですけども、はい、その紹介動画の中で、まあ、クラウドファンディングのお話があったんですけども、うんうんうん、でなんとそのクラウドファンディングの中に、まあ、いくつか特典があるんですけども、その中でアクアビレッジ、その撮影現場に直接行って、うんうん、小玉さんと一緒に映画に映ったりですね、うん、あと一泊二日ということなんで、うん、なんかこう食事したり、うん、こうお酒飲んだり、はい、そういうことができるという特典があります。うん、おめちゃいいですよね。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。どれが楽しみでこの仕事を受けたものありますか。ですよね、うん、そう。しかもなんか児玉さんがけん玉そこでやってくださるんですか。いやもう全然、多分あのけん玉はですね、無人島に持っていくには一番大事な無人島に一つ持っていくならと言われればけん玉ですよね。ずっとやってますからね。ずっとやってるからね。そうだからね、ぜひそういうのにも興味あって、まあ多分もちろん映画っていうのがいっぱいありますけど、うん、なんか撮影っていうと、もう役者さんはその役だけやってまた終わってって感じですけど、うんうんうん、多分今回は全員で作るっていうイメージが強いと思ってて、うんうん、なんか僕も多分そうじゃなかったら受けてないと思うんですよ、うん、ただ役として来てやって、うん、はい終わりましたみたいな撮影だけだと、うんうん、別にあんまりやりたいことではないんですけど、あの、まあ、今回こうなんとか草野さんからこうオファーというか依頼をしていただいたときに、うん、あ、なんかみんなで作るんだろうなっていうのと、うんうん、まあ、もちろん僕の知らない人も来れるんだろうけど、うんうん、はい、多分こう一丸となって作るんだろうなみたいなのがあると、なんか、ね、僕そういうの好きなんです、うん、おー、いいですね、ちょうどいいですね、そういうの好きなんですよ、はい、なんかに一生懸命やれば一泊でも絶対仲良くなっちゃうから、うん、確かに確かに、それはね、ぜひ参加できちゃうっていうクラファンの本があるとのことなんで、はい、はい、あります。これはね、もうこういう機会っていうのはなかなかないですからね。確かに、一、うん、回だけですからね、うん、そう。いや別にそのや、僕もね、役者じゃないから、皆さんもじゃあ役者じゃなくていいんですかって、全然僕いいんですよね、そういう、あ、全然、そのエキストラとして参加するとか、何かの一部を担うっていうことで、うん、多分めちゃめちゃそれはね、いい機会だと思うんですよね、うん、そうですね、本当に、まあ、40人か50人か、まあ、それぐらいになると思うんですけども、うん、まあ、そういう、まあ、全員の力でこう作品、一つの作品を作っていくという、うんうん、ものすごいこう貴重な体験で、はい、まあ、価値があると思うんで、はい、ここはぜひとも見逃しなく、はい、参加いただけたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、それで児玉さんがその次回作出ていただくときに、うん、はい、まあ、その極められているけん玉と、それに加えて、まあ、勇さんがお得意のアクション、はい、まあ、組み合わせた感じのことをやると思うんですけども、はい、自信は終わりですか。いやー、アクションはやったことがね、そんなあるわけじゃないんですけど、はい、自信があるかないかって別にないですよ。ただ、はい、まあ、もちろんその、ね、オファーいただいたときに、はい、やりたいなとは思ったし、はい、なんだろう、ただのアクションだったらやってなかったかもしれないです。うん、あ、けん玉を使ったアクション。はい、多分、草野さんが知財っていうものをいろんな形で広めたいって思ってるのと一緒で、僕はやっぱけん玉っていうものを、誰もやってないけん玉の使い方をしたいと思ってたので、けん玉って別に世界一うまいわけじゃないんですよ。で、世界一うまくなりたいわけじゃないんですよ。ああ、そういうことなんですね。でもけん玉を使っていろんなことをした世界一にはなりたいんですよ。はいはいはい、そういうことですね。はい、だからギネスも、はい、ギネス自体にそんな興味はないんですけど、はい、紅白歌合戦の生放送でギネスチャレンジをしたっていうのはやりたかったんですよ。ああ、なるほどですね。僕自体は簡単なんですよ。大皿なんか絶対に決まるんですよ。まあ確かに緊張もしないし、はいはい、だけどそれ以上の労力ってかかるじゃないですか、うん、人を集める、そうですね、 NHK の方々と打ち合わせをする、うん、生放送でお茶の間に届けるとか、うん、はいはい、これはさ、なんていうか、うん、やろうと思ってもできない。確かに確かに一人じゃできない、うん、はい、だってあれ 30% 40% あるんですよ、視聴率。すごいですよね。3、4千万人の人にけん玉を見てもらえるんですよ。はいはい、でこれが簡単なことじゃんとか言われても、うん、見てくれることなんかないし、うん、はいはい、じゃあけん玉アクションってやってる人いないから、確かにいないですね。そうだったらやりたいなとか、うん、映画の中にけん玉出てくるのってあんま見たことないですもん、うん、ああ、確かに僕言われてみればないですね、うんうんうん、だからだったら
やりたいなとか、うん、なんか言い方変ですけど、けん玉のためだったら やりたいなって思う。はいはいはい、ぜひぜひぜひ。そうですね。で、僕もその今台本書いたりしてたんですけど、はいはいはい、やっぱ児玉さんのこう動きをイメージしながら書いてですね、けん玉をちゃんとこう引き立てるように、なんか活かせるような感じで書いて、うん、でそこにさらに伊佐野さんにこう手こ入れしていただいて、うん、まあ、アクションとうまく組み合わせて、うん、けん玉のパフォーマンスが最大限に生きるようにできたらなと思ってますんで、うん、はい、めちゃめちゃ楽しみです。ただ、たぶんその元々のコンセプトが知財なのに映画って関係ないじゃないですか確かに今までもいろんな動画出されたりしたんですけど、うん、はい、なんか知財をいろんな形で広めたいっていうのが伝わってくるから、うん、そこは多分結構シンクロしてる部分があって、はい、多分僕にとっては剣道かもしれない、はい、人狼だし、うん、草田さんにとってはそれが知財、うん、はいはい、どんな形でも届けたい、うん、そうですね。そこはすごいね、あのモチベーションが高いんですよ、うん、でも自信があるかどうかまた別の話だな、やってるわけじゃないから、まあ、出して出して、頑張ります、はい、あ、でも意気込みは、はい、はい、その心力だけで十分ですそれでもうバッチリだと思います、はいはい、確かにそういうなんかお互いにいろんな目的があると思うんで、そこがこう合わさるっていうのがいいですよね、うん、それは全然いいと思う、はい、そうですね、それをみんなで成し遂げるという感じで、うん、もうすごい楽しみですね、楽しみですね、はい、はい、ちなみに小田さん、そのさっきから知財という言葉が出ましたが、はい、知財に対するイメージって何かありますか、うん、いやー、やっぱり分かんないですよね、難しいイメージと、うん、はいはいはい、聞いてもやっぱ分かりにくい、うん、普通に、まあ、なんとなく分かりますよ、うんうん、はいはい、あの知的財産ってなんかこう誰かが考えたアイデアとかを、うん、こうちゃんと権利を持って考えたりするみたいなイメージがありますけど、うん、はい、ね、なんかなんだろう、結局何のために あらなきゃいけないことは分かるんですけど、うん、はい、自分にとってちょっと無関係な感じもやっぱしちゃうし、うん、そうですね、うん、だそれこそプロにちゃんと聞きたいなと思いますね。あ、なるほどなるほど、うん、それが使うかどうかは置いといたとして、はい、多分ね、ググっても分かんないと思ってるんですよ、逆に言うと。あ、確かに多分ググってもそう判断できないと思いますね、うん、そう、ググって読むけど読むぐらいやりそう確かに確かに確かに説明がわけわかんないんで、わけわかんない、そう、だから噛み砕いてやっぱりその一般の人に合わせて説明しないといけないんで、そう、うん、そう、で、僕いつもそうなんですけど、分かんないことってプロに聞くのが一番だから、うん、はいはいはい、あのなんていうか、ああいう教科書的なことっていうのは、うん、言わなきゃいけない、こうだよって言わなきゃいけないけど、うん、現実問題実はそうじゃないんだよねってことは絶対あるじゃないですか、うん、あ、間違いないですね、法律とか全て、はい、実際こういう法律だけど、はい、こういうことがあるから、はい、こういうことを普通人はしていくんだよみたいな、はいはいはい、そういうところを知りたいから、うん、なんか知財とかも多分そういうのがいろいろあるんだろうなって感覚はあるぐらいで、全然無知ですね、うん、あ、やっぱりそうなんですよね、現実問題として今ネット社会ですし、こう画像を勝手にコピーしちゃいけないとか、はいはいはい、やっぱりその名前を例えば勝手に使っちゃいけないものがあったりとか、うん、まあ、商標とかですね、うん、はい、であとなんか自分の使ってた名前がパクられちゃったとか、うん、まあ、いろいろこう現実問題起きてるんですけど、うん、まあ、知らない人はやっぱり多くて、だそこをしてないといざとなった時になんかこう大問題になるみたいな、うんうん、だからそういったことを今回の映画で、まあ、知ってもらいたいなと、うん、で知財って言ってもちょっと漠然としてるんで、なんか特許とか商標とか衣装とか著作権とか種類があったりするんで、うん、そこの区別もつけてもらえたらなっていうふうに思ってますね、うん、衣装とか絶対知らないですもんね。知らないですね、はい、衣装権って、うん、そうなんですよ、なかなか聞いたことしかないですよね、うん、そうなんですよね、自分とどう関係あるのかは知らないんだよな、そもそも、うん、あ、だから関係ないなと思っちゃう、うん、はいはい、そうですね、実はまあまあありますよねそうです、さっきのなんか人狼の話もそうですよね、うん、人狼とかけん玉とか、はい、まあ、子供もいっぱいありそうだよねやっぱり自分でやってるから、確かに確かに、全部、そう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 、なんかそれを使って得をしたいとか悪いことしたいっていうよりは、うんうん、なんか損はしたくないよねとか、うん、嫌な気持ちになりたくないよねとか、うん、はいはいはい、なんか多分そういう方法がちゃんとあるはずな気がしてて、うんうん、そうですね、うん、そういうのやっぱ知りたいですよね、うん、そうですね、確かに、うん、まあ儲けるっていうよりかは、まあ、守るっていう意味が、うん、まあ、ベースにあるかなと思うんで、うん、いやでも今後絶対そういうのって大事だと思うんですよね、うん、そうですね、だって本当は小学生で教えてほしかったもん、うん、中学生で、そうなんですよえ、だって知らないもん、うん、そうですね、習わないですよね、中学高校の授業のどっかでそういうこと絶対習わないですよ、ね、習わないですね、でも絶対知ってた方がいいですよね、そうなんですよね、今特に
でもやっぱアップデートどんどんされるからか。そうですね、どん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 世の中が、はい、なんか僕らが子供の時ってまだそんなインターネットが発展してなかったので、そこまでいらなかったかもしれないですけど、状況変わってるんですよね、うんうん、そう。あ、でもやっぱりね、大人としては知っときたいですよね。あ、なんか次の、まあ、僕も子供いるんですけど、やっぱ子供とかに教えてあげたいじゃないですか、うん、はいはいはい、まあ、学校に教えろよって言ったって、うん、そんな動かないですぐに立つ。そうですね、うん、けどなんか子供になんかこういう時はこうなんだよみたいなことを教えてあげたら興味持つ可能性だってあるし、うん、そうですね、それがなんでダメなのかみたいな、はいはいはい、なんかそういうのはやっぱ欲しいですよね。うん、ありがとうございます。まあ、今回の映像作品がその学ぶ入り口になればなと思ってるんで、仮に知財っていう要素がなくてもやっぱりその剣玉の動きとかアクションの動きとか、あと剣の動きとか、まあ、面白い要素を挟んで、あとドローンとか、はい、なんで、まあ、そこでまず楽しんでもらって、まあ、ついでに知財学ぶぐらいでもいいかなとは思ってるんで、はい、あ、そういやこんなのあったなみたいな、っていうきっかけになればと思いますんで、はい、はい、まあ、そんな感じですね、はい、最高の作品をですね、はい、小玉さんと監督の勇さんと、あと他の皆さんと作り上げていきたいと思いますので、はい、ぜひとも応援のほどよろしくお願いします。お願いします。それでは小玉さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと頑張って自信つけておきます。特許権利奥義、商標権利奥義、著作権利奥義。